私はですね、あの先輩初見に対する感謝の気持ちと、そして現役の皆さんに一言お伝えしたいと思います。とうとう卒業できました。あの私2012年にですね入会させていただきまして、29歳でしたね当時。11年間の実施活動でありました。あの当時はですね、まあ、そんなにやる気のあるメンバーじゃなかったんですけども、入会して出会う人々、本当にあの情熱があって、まあ、自分の時間とかお金とか、まあ、大切なものを投資をして自己成長につなげているその先輩諸兄、そして真剣に町のことを考えて、活動している切磋琢磨している先輩諸兄がものすごくかっこよく映って、僕もいつかこんな人になりたいというふうに思って JC 一生懸命やろうと思って2年目から真剣に取り組んだわけでございます。あの本当に私あの一つ一つのお話をですねしますと長くなってしまうので、あの苦しいエピソードはしませんけども、あの本当に理事をやってる中、苦しい思いをたくさんしまして、あの現役の皆さん引くんじゃないかなと思いますけどさせていただきました。でもそんな時に助けてくれたのはやっぱり先輩諸兄であったり、当時の理事の皆さん、院長の皆さん、ご近所の皆さん、そんなメンバーに恵まれてサポートして助けていただきました。あの私11年やりましたけど、無事に卒業できたのは本当に先輩諸兄師の皆様のサポート、そして、この町田青年会所があったからこそ私の人生もこれだけ豊かになったんだなというふうに思っております。あのまずは心から感謝を申し上げます。あの清水勝彦はですね、あの卒業しましても、あの皆様方の後輩でありますから、まあ、死ぬまでですね後輩として輝いていただければと思ってますので、よろしくお願いします。そしてあの現役の皆さんに一つお伝えしたいんですけども、あの僕ね実は JC がめちゃくちゃ好きなんですよ。皆さんあの JC 好きですか？好きになりました？ぜひね好きになってほしいなと思うんですけど、実はここにいる先輩諸兄もみんな JC のこと好きなんですよね。でなんで好きかっていうと、やっぱり現役の時、自分が若い時苦しい思いをして JC を頑張った、だからこそその先にある JC の本当の価値というものを皆さん手に入れてるんです。でそれを卒業してからも共有してるから JC のこと好きだし、そしてみんなで楽しく遊べるんだと思うんですね。で私はそのためにぜひ皆さんにお伝えをしたいのは、 JC に入ったら努力をしてほしいということでございます。 JC というのは自分自身を映す鏡なんですね。そしてこの努力っていうのは、 JC っていうのは努力をすればするだけ自分の成長として必ず返ってくるのが JC という団体なんですよ。だからこそ皆さんは限られた時間 JC を信用して騙されて、損とか得とかそんな小さなことを抜きにしてとにかく頑張ってほしい。そしてその先にある JC の本当の価値というものを皆さんには手に入れていただきたいと思ってます。少し視点を変えますけども、この町田市というのは様々な課題を抱えている地域でありまして、こういったものは行政だけでは解決できないんですけど、我々市民であったり民間の団体が協力すると解決できるものもたくさんあります。そしてそんな時にどんな人材が必要かといいますと、まあ、例えばですけども、考えて行動できる人材であったり、決断して方向を指し示す人材であったり、あるいはこの町田市や町田青年会議所を愛することができる兄弟を持ち合わせた人材であったり、あるいは仲間やこのコミュニティを大切にして地域と共同する、そんな人材だと思います。そして町田青年会議所にはその人材になるべく機会というものがたくさんあるわけです。さらに言うと、この町田市は、そして市民の皆さんは、そして先輩諸兄師は、我々の成長、そしてあなたの成長を待ち望んでいるわけです。だからこそ皆さんは最後まで努力をしてほしい。この町田市の将来のあるべき姿というものをぜひ皆さんで真剣に考えていただいて、そして足りないと思うのであれば研鑽を積んでいただき、そしてその時にできた仲間と
ともに町にを発展させるような運動を展開し、そして卒業するときに自分自身の成長とともに町に必要とされる声がかかる、そんな人材にぜひ成長してほしいと思います。そのために JC に入ったんだから、時間は有限だから努力を続けてほしいと思います。僕はこの町田というのは、町田青年会議所が強くなれば町田市は必ず強くなるというふうに信じております。そしてこの町田青年会議所を作るのは現役の皆さんだということでございます。あの限られた時間でありますけども、最後までぜひ邁進をしていただければというふうに思います。最後になりますけども、先輩処刑士、そして現役の皆さん、あの私に関わってくださった皆さんのおかげでですね、無事卒業できましたが、これからも引き続きのご指導とご鞭撻可愛がっていただければと思っております。それでは清水克彦、引き続きよろしくお願いします。